はい、皆さんおはようございます。今日はですね、城ヶ島の猪子前ですね、猪子前の磯なんですけども、今日も午前中雨予報だったということもあってですね、釣り人ものすごく少ないんですよ。ひな壇、あとまあこの猪子前、誰もいませんね。まあ、昨日から吹いてるこの南の風の影響で多少うねりあるんですけどね、まあ、今潮も下げに入ってるので、まあ、ちょっとここでやってみたいなと思います。この猪子前、まあ、ご存知の方もねたくさんいらっしゃると思いますけども、もう城ヶ島で一番水深があるところだと思いますね。まあ、今日はちょっとここで様子見てやってみたいと思います。よろしくお願いします。馴染んで潮目に入った感じですね、今ね。叩いてるけど食いました。もう食ったな、際だな。ちょっと降りるかな。ふわっと食ってるんですよね。ふざ、食ってる。なんだこれ、誰だ正体は。誰こっちから行けるか。なんだ、誰だ。おお、虫のだよ。茶色い、色いメジナが来ました。ちょっと降りよう。よかったよかった。よいしょ、美味しそうなメジナですよこれ。よいしょ、ほらほら来た。よかった。重い、40いったかこれ。重いよ。もう俺40いったでしょ。いやー、よかったです。いやー、嬉しい。よいしょ、ほら43センチですね。43決めるからね。オッケー、よいしょ。明るいうちに釣れると嬉しいですね。でかい、でかいよ。また来た。よっしゃ、よかった。これもメシナ、これメシナか。もろ、あー、抜けた。抜けたのか切れたのか。あー、もうバッサリですねこの辺ね。針がない。
出ずに撮ろう。ちょっと場所ゆっくり、ちょっと場所下におります。慌てずに行きましょう、慌てずに。よいしょ。わかんないですよ、なんかそんな大きくない、それなりにあるか。ああ、メジナだな。ああ、メジナだ。大きくないですね。もうちょっと大きいのかなと思った。よかった、メジナ元気だ。こんだけメジナ元気ならいいかもしな。それもいいとこ買ってる。ほら、30センチぐらいですね。30センチ、まあ31かあるかないかぐらい。まあ30センチでした。一回降りよう。今度、ああ、違う、浮いてきた、浮いてきた。なんだよ、そうでもないのか。ああ、まあまあある。まあまあありますね。30、2、3ありそう。いや、もうやりづらい。よっ、よいしょ。どこだ、あ、いたいたいた。よしよし。はい、そうそうそう。はい、そうそうそう。まあ、さっきと同じぐらい、少し一回り大きくなったぐらいですね。まあ約33センチですね。ああ、よかったですね。まあよかったですねっていうか、まあ僕がね、よかったです。ですね、今ハリスはもう2号に上げました。 1.75 号から2号に。食べれるの？え、食べれないでしょ、これ。ほら、食べれる。どうやって食べるの、これ。はい、どうやって食べるの、はい、ほら、これだよ。どうやって食べるの、こんなでかいの。食べれるの、食べれる。これダメでしょ、だってこのサイズは。約36ですね。約36センチ。どいて、どいてよ。やばい、あ、もう遅くなった。
こ行った、こんなとこまで来たの。サイズアップしたのかな。お、サイズアップした。サイズアップしたでしょ。ね、多少サイズアップしたっぽいですね。すごい楽しいんですけど、ここまで釣れるのは僕はめったにないですけどね。ダメダメダメ、危ない危ない。さっきよりはちょっと小さいですけどね、まあ、30センチとかは普通にありますね。ダメです、あげませんよ。欲しい？いいよいいよ、サイズだけ測るから。あ、まあ今のはちょっと30センチジャストぐらいですね。ちゃんと持っていける？ちゃんと持っていけよ。向こうに移動しますね。釣り座変えましたよ。ここです。ここでも落ち着いて釣りができないようならもう場所も変えますけどね。とりあえず一旦ここでやってみます。際にいるんだ。変なとこ行くなよ。そんなに大きくなさそうですけどね。あ、サイズあるのかな。まあまあ、あ、あるね。よし、まあまあサイズありました。まあまあ型ありますよ、これは。これ何センチあるか見てみましょう。 38.5、 39ちょっといかないぐらいですね。誰？アイゴだ。アイゴがいたよ。今年初アイゴですね。
優しく返してあげよう。ほい、しばらく難しそうですね、ここもね。長戸行きましょう。とりあえず長戸はあの向こうに比べると静かなんですけどね。それでもこっちの向きからこの向きから風は結構吹いてるので、仕掛けは水中機を使ってみます。ハリス 1.75 号を2ヒロですね。ハリはグレーパリの5号、誘導は1ヒロ、浮きが水中浮き B と当たり浮きが A3 です。まあ、さっきあの駒瀬巻いても全然魚は浮いてる魚なんていうのは全然見えないんですね。深めの棚でやってみましょう。チャンネル見てると思ったんだよな。あれ当たらない。当たった。これはそうでもないのかな。これはそうでもないか。おここへ来て、ここへ来て突っ込みます。
良すぎでしょこれ。ちょっとサイズは落ちたけど、サイズ落ちたね。あ、30、まあそうですね、30ちょいですね。これはリリーします。はい、来た。あ、サイズ伸びたかな。伸びないか。同じぐらいですね、多分ね。すげえな、このサイズすっごいいる。すっごいたくさんいる。はい、いやー、何しろあの43センチっていうあのサイズだの朝ね、一番最初に釣れたのはすごく嬉しかったですね。43センチ、この下が入ってますね。あー、よかったです本当に。